皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ、第533回、よろしくお願いします。はい、今回は、明治安田生命 J1 リーグ第25節、名古屋グランパス対サガントスの一戦について、感想を話していきたいと思います。試合は8月14日19時、駅前不動産スタジアムで行われました。 はいで、まずは名古屋グランパスターティングイレブンなんですが、ゴールキーパーランゲラックス選手、ディフェンダー右から中谷選手、藤井選手、丸山選手、ウイングバック右に森下選手、左に相馬選手、ボランチは2枚でしたね、稲垣選手、レオシルバス選手、で、その前にシャドウということで、先頭選手、重弘選手、ワントップ、まあ、最前線にマテウス選手という形でしたね。まあ、今日は3 4 1> 2 1と言いますか3 4 3と言いますかボランチ2枚並べる形でしたで仙洞選手と重弘選手の同時起用というのもねあの楽しみかなと京都時代一緒にやっていたようですし、まあ、この辺りはね今日ベンチに柿谷選手が戻ってきたということもあってこの2人あの同時にスタンメン起用できたのかなというような 感じも見てました、まあ、先頭選手、90分フル出場ということはないでしょうからあの攻撃的な、ね、選手、中盤にあのベンチに置けるというところでこういった思い切った思い切ったわけではないかもしれないですけど、ね、起用もあの可能になったのかなと。でベンチには永井選手が控えていたり、まあ、柿谷選手もいたりということで交、ね、代選手も含めて攻守に、ね、いいゲームを期待したいなというところでした。 はいで試合振り返っていきたいんですがまずは前半前半スタートとしては0対0でしたねあのー、今日はあまり前からガツガツ行くというよりはある程度後ろに構えてという守備の仕方をしていたということですねまあその分相手にボール持たれる時間も多かったんですけれどもグランパスのねまあコンディションを考えるとまああとあのかなり気温も 湿度も高いという中であんまり前半からガツガツ行くというのはね、あのー、現実的な選択ではなかったと思うので、まあ、そういった守り方というのはあのー、悪くない選択だったというふうに思いましたでそんな中で決定機でしたね32分相馬選手が抜け出して、あのー、パク・イルギ選手も出てきていたので,でそこを外して中にクロス重弘選手走り込んで 無人のゴールに流し込むだけだったんですけれどもね、まあ、相手のプレッシャーもかかったんですかねあのゴール枠に飛ばすことができず決めきれずというところで、まあ、非常に残念ですねよし入ったと正直思ったんですけれども決めきれずというところですね、まあ、あとは前半39分のプレーでしたね先頭選手が相手ディフェンダーに足を踏まれてあの審判はファウルを取ったんですけれどもその位置が 動画を見る限りはどうもエリア内だったのではないのかというところで v r とも更新していたようですけれども判定は変わらずエリア外からのフリーキックというところでうんこれ接触はおそらくあのエリア内だったと思うんですけれどもちょっとどういう判定になったのか v r とどういう更新をしたのかというところも非常に気になる判定ではありま ありました、まあ、ただ前半 0−0 ゼロゼロ、まあ、決定機もあったりちょっとあのどうなんだという判定もあったんですけれども、まあ、全体的なあの流れで見ると0、まあ、ゼ0ロゼロ、まあ、に、ね、抑えられたので、あのー、悪くはなかったのかなと後半は、ね、交代選手も含めてなんとか、ね、1点取ってほしいなというところだったと思います。後、はい、後半半でですね後半開始で交代はなしと で、後半11分、先頭選手アウト、永井選手イン、重弘選手アウト、長木選手イン、で投入された永井選手、後半16分。 17分あたたりでしたかね抜け出して相手ゴールキーパーと1対1になったんですがまあ、ちょっと角度がなかったということと相手ゴールキーパーの,あのポジショニングもよくあのナイスセーブに合うというところで決められずとで後半31分にはレオシルバー選手アウト、宮原選手イン、マテウス選手アウト、柿谷選手インというところだったんですけれどもなかなか。 その後はねいい攻撃の形を作ることはできずというところでしたかねまあ、守備ではねあのしっかりと両ワイドだったり中盤の選手だったりっていうところも含めてしっかりと対応をしてあのー、まあ、ミドルシュートはね打たれてましたけれどもあのー、崩されるというようなシーンはほとんどなかったと思いますまあ、そんなところで後半も0対0トータルスコア0対0スコアレスドローで試合終了ということになりました。 はいで、まあ、0対0の引き分けということで、まあ、勝つか負けるかみたいなところで、あのー、試合を見ていたので、まあ、この結果は思わぬというところ。 ででしたかねでまあ試合、改めて振り返ってみると前半の重弘選手のシーンが入っていたらなぁとか先頭選手のファールやっぱりエリア内だったよなぁとかまあ、あとは後半、ですね永井選手がジイゴ選手からボール奪ってまた大チャンスかと思ったところでまさかのオフサイドという判定でまああのー、解説の方が言ったことにおっしゃったことに引っ張られているのかもしれないですけれども。 ジェイコ選手のところで1回ボール収まってたんじゃないのかなみたいなところもあったりいろいろ気になるところは多々ある引き分けだったかなというふうには思いますそういう意味では、まあ、悔しいというかねあのもやっと感も残る引き分けかなというふうに思うんですけれども、まあ、ただねやっぱり今日の試合を望むにあたってグランパスとしてはかなりコンディション厳しかったというふうに思うので、まあ、そういった中でアウェーで あの勝ち点1をもぎ取った、まあ、しかも、ね、守備のところではあのー、しっかりと、あのー、相馬選手なんかも非常にいい守備のところで、あのー、相手の攻撃を防いだりと、まあ、森下選手もそうですけれども,もう本当にチーム全体で、ねあのー、無失点に抑えて、あのー、勝ち取ったあの勝ち点1かなというところも あるるかかななとととまあ、ポジティブに捉えるとそうかなとでやっぱりねあのー、ただでさえ中3日という厳しい日程に加えてあとまあ暑かったということもありますし前節埼玉今節とすとまあアウェー連戦というところでねあのー 日程の見た目以上に移動も含めてということで選手はきつかったというふうに思いますしまあそんな中でね失点せずに負けなかったっていうのはまああの良かったかなと、まあ、できれば勝ちたかったとっいうところはありますけれどもねまあまあまあというところだと思います。でまああのあとはあのメンバーなんか見ていくと今日は柿谷選手戻ってきたということで、まあ、前線にね選択肢が増えるということはね今後の あの厳しいいを考えても大きいかなとで、まあ、正直今日はあの柿谷選手まだまだだったと思いますなかなか、あのー、入って、あのー、違いを見せるっていうようなところはできなかったと思いますけれども、あのー、とはいえやっぱりあの柿谷選手が1人戻ってきたことで、まあ、今日なんかでいうと永井選手とマテウス選手はね共にフル出場。 すするこここととととなく試合を回せたたいいいううでこれは大きかったというふうに思います本当にねあのマテウス選手なんかも出て当たり前みたいになってますけれどもかなりあの負担かかっているというふうに思いますので少しでもねコンディションいい状態で試合に出てもらうためにもあの今日途中交代させたということはねあの今後につながる、あのー、起用法だったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、マテウス選手次の 試合でででのゴールに期待とというところでしたかねでまあ、あと中盤なんかもやっぱりあの重弘選手長き選手が加わってくれてあとは宮原選手もねもう中盤でのプレーっていうところも機会も増えてきてあの馴染んできたというところなのでかなり選手層も厚くなってきたかなとレオシルバ選手だったりま斉、あ、藤選手なんかへの負担もかなり 軽減と言いますかいろんなパターンで回せるようになってきているのかなと。で稲垣選手は相変わらずかなり出場時間長くなっていますがまあ変える時は変えるっていうような使い方をしてると思いますしまあこれは単純に稲垣選手への信頼度の高さということなんだと思います。い、まあ、いざととななれれば、あのー、稲垣選手変えても試合は十分に回せられるううような 終盤のの選手層にはななっているのかなと思いますでまあただやっぱり気になるのは両ワイドですね今日も相馬選手と森下選手はフル出場というところで、まあ、本来一番あの運動量だったりあのかなり消耗も激しいようなあの、ね、ウイングバックというポジション攻守に本当にあのそ 走る距離もあのスプリントの回数もかなり多いポジションですからね、あのー、厳しいと、ただやっぱり今日ベンチメンバー見ても、そもそも交代させられる選手がいない状況だったと思います、まあ、ここはね、吉田豊選手だったり、内田選手のコンディションが戻るのを待つしかないというところなんでしょうが、やっぱり本当に両選手、90分間、本当にタフに戦っています。 やっぱりこの2人の怪我も怖いですしかなりそれでなくても消耗は本当に激しいというふうに思います限界が来てしまわないのかというところはね見ていて不安になるぐらいの,あのプレーぶりなので本当にねあのなるべく早く吉田裕選手だったり内田選手あの試合に出られるコンディションに戻ってほしいなというふうに思って見ておりました。でやっぱり今日はねななかなか グランパスの得点シーン見ることはできずま押、あ、ししチャンスはあったんですけれどもねあのー、決めきることができずスコアレスドローという結果でしたしまあ、あとは何て言うんでしょうまだ試合 パッと見ただけなので、あのー、事象をね、十分に理解できない、できていないっていうところはあるのかもしれないですし、そもそも自分の知識も足りてないっていうところもあるとは思うんですけれども、まあ、ジャッジに関してですよね、ちょっとどうなんだろうと、あの試合直後ではそういうもやっと感が残るシーンが散見された、あの試合にも思えます。まあ、やっぱり一つのジャッジで、ちょっと今日大丈夫かなっていう目線が入ってしまうと、あのー、他の、あのー、 判断についてもねそういうバイアスがかかってくるっていうことはあるのかなというふうに思うのでちょっとまた冷静に見ると見え方は違ってくるのかもしれないですけれどとはいえ現時点ではちょっともやっと感が残っているっていうのも事実というところでまあただねやっぱりこういう試合があるというのも長い リーグ戦のの中なのかなかといいう,うに思いますもう今日のね0対0という結果が変わるということはないのであの次へ向かって切り替えていくしかないというところだと思いますでそういうことでいうと次の試合も中4日でもうやってくるというところでまあやっぱり選手はねもうしっかりと切り替えてると思いますし次こそはすっきり勝ってくれると。 期待してまた応援したいなというふうに思います。で、まああの、次の試合、中4日金曜日ということで、こういう厳しい日程の時に、なんでグランパスがあの次の節、フライデーゲームなんだと思うんですが、まあ、これは巡り合わせ、仕方がないのかなというところでね、できる限りリカバリーをして、まあ、次はね、ホームで戦えるということなので、あの次戦はね、ホームで快勝を期待したいなというふうに思います。 はい、で次戦なんですが、8月19日金曜日、J1 第26節、ホームにジュビロ、岩田を迎える一戦ということになります。でジュビロですね、今日付けで監督を解任してということがあったり、まあ、かなり チームとして危機感募らせているといいう,うに思いまは、まあ、緊急事態ではあるんですけれどもこういうことが、ね、あのチームに一体感をもたらすということは十分にあるでしょうしグランパスとしても簡単な試合にはならないということだと思いますが、まあ、そもそも、ね、グランパス順位にかかわらずといいますか、ね、あのグランパスよりも下位のチームにやられるということはあのた々残念ながらあるあのチームではありますしあのしっかりと、ね、グランパスも 準備いい準備をしてね、あの迎えてほしいなと。で、何より先ほども言った通り、次はね、ホームで戦えるので、あのホームでしっかりとねあの、解消を期待したいなというふうに思います。次こそね、グランパスの勝利に期待したいなというふうに思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ第533回、今回はこのあたりで失礼したいと思いままます最後まででごご視聴いいいたたただきありがとうございまししそれでは失礼いたします。